牛すじ肉です。大根ですね。ローレルを入れて白ワインを注ぎます。水をひたひたに注いで火にかけます。コトコト煮込んでまいります。これアクっていうか旨味なので、すくってもすくわなくてもいいですよ。水かさが減ったら水を追い足します。塩で味付けをして大根が柔らかくなるまでもうしばらく煮込みます。はい、完成です。